ラファエルさん、新型コロナウイルスに感染しましたっていう動画を出してますけど、まさか僕の動画を見てパクってないですよね。ラファエルさん <laughs> まさか僕昨日ぐらいね、新型コロナウイルスに感染しましたってど、 ごめんんなさいい噛んでしまいましままた新型コロナウイルスに感染しましたっていう動画昨日出したんですけどまさかそれを見てパクってないですよねラファエルさんまあラファエルさんの動画でなんか新型コロナウイルス,イルスに感染している感染してるんじゃないかみたいにねなんか冗談で。 言ってたみたいなんですけどね。<laughs> はいまあね僕昨日新型コロナウイルスに感染しましたって動画出したんですけどもう当にねコメントがわンわン荒れてですねはいあの TikTok でも分かってるんですけど TikTok でも新型コロナウイルスに感染しましたって動画 TikTok でも出し,出したんですけどまあコメントがすごい荒れててなんかさらには報告まで なんか、知っていた方がいたみたいで、もう、戻せ、あ消されるから、もう自分で消したんですね。あと、YouTube の、あれも、もう動画も昨日出したの、もう消したんですよね。<laughs> まあ、ラファエルさん、もしかしたら、あの、報告され、されて、動画削除されるかもしれないので、 今のうちに消しといた方がいいかもしれませんね。はい。あのコメントでね、報告しましたとか、するかみたいに書かれてたんで、ひょっとしたらちょっと、あの、これね、報告されて、ちょっと、あの、まあ、アカウントンまではいかないんですけど、ちょっとなんかペナルティみたいに警告が来る可能性はなくはないので、はい。 まあ、今のうちに非公開しと、しといとごめんなさい、また噛みました。非公開にしといた方がいいかもしれませんね。はい。まあ、僕は昨日、新型コロナウイルスに感染しましたって動画出したんですけど、本当にすいませんね。あの、こういう動画出してちょっと、あの、どうかしてるかな、どうかしてると、 思いましたねあの昨日の動画、まあ、出してちょっと、まあ、炎上みたいに狙ってて出したんですけどちょっとねやりすぎたなって反省しているんですねまあ新型コロナウイルスはねまあ亡くなって感染して亡くなっている方もいるのでちょっと亡くなった人に失礼じゃないかなって本当に思ったんですよまあコメントでも。 新型コロナウイルスに感染している人がいるからその人に対して感染者に対して失礼だろうみたいにコメントが書かれてたんであまさにその通りだなって思ってもうちょっとちょっと出すのよくなかったのかなって反省してるんですね本当に申し訳ございませんでした、まあ、ではこれで終わりますね失礼しました